吉川さんが俊さんに声をかけて、それはどういう真意が、ね、俊の部屋に行った日はね、俊の誕生日だったの。やっぱり奈良崎さんの存在があったからこそ自分が高みを目指せたというかね、うん、引退を決めたきっかけっていうのは何かがこう崩れ落ちてしまったというかね。2010年に南アフリカワールドカップ4大会連続ですよね、吉川さん。まあね、これはもう岡田さんに感謝というかね、実はもうこのワールドカップの直前まで僕は怪我をしてたから、うん、この大会に出場するっていうことはもうないなと思ってたの、ね、はい、最後に、岡田さんに声をかけられて、うん、ワールドカップにこう、まあ、帯同することになったんだけど、はい、自分ができることっていうのはもちろん、選ばれたからには、うん、まあ、試合出場を、ね、目指すことは大事なんだけど、うんうん、まあ、それだけじゃなくて、やっぱりその過去のワールドカップを経験してきた中で、うん、日本代表がワールドカップでどう戦うかっていうのを、そういう雰囲気を作っていく、伝えていく義務があるんじゃないかなっていうのは、まあ、岡田さんはやっぱそういうことを、僕にもね、うん、求めたんじゃないかなっていうのは感じてました。直接何かそういうこうあったんですか、岡田さんから。こういうふうにやってくれとか、まあ、岡田さんからはチームのキャプテンをやってくれっていうことは言われて、うん、選手が、うん、こう話してることとか、うん、思ってることなんかあったら俺に言ってきてくれみたいな。僕はコーチじゃなくてね、うん、まあ、選手ではあったんだけど、うんうん、まあ、その選手が思ってることを、うん、理解して理解しながら、うんうん、円滑なコミュニケーションを取れるように、まあ、吉川さんにそうです、ね、っていうところ、うんうん、まあ、それ信頼関係はあるんでしょうね。中村俊輔さんにもこの、うん、YouTube に出ていただいた時に話があったんですけど、うんうんうん、夜な夜な吉勝さんが来てくれてどう、うん、みたいな、うん、自分もきつかったんだと思う、ね、うん、でも俺やってるから俊介も言い方あるけど演じてでもやろうって、うん、ベンチのメンバーでも盛り上げて、うんうんうん、スタメンで出てる人よりも練習でもっと明るくっていうかでハードにワークして、うんうん、そしたら次絶対つながるからっていう話をわざわざしてしに来てくれて、それはどういう真意があったんですか。それはね、俊の部屋に行った日はね、俊の誕生日だったの。そんな、そう、その試合が、デンマーク戦だったのかな、はい、本田圭佑がフリーキックでゴール決めて、はい、で、まあ、やっとも決めたか、うん、で最後岡ちゃんがゴール決めて3-1で勝った試合だったんだけど、決勝トーナメント進出を決めた時に当然こうチームこれからだっていう時じゃないですか。日本代表をああいったチームにそのベースを作ったのが俊介だったから、やっぱりその俊介がそのあの試合に出れなかった悔しさっていうのは僕は分かったんですよ。でまあそこでまあ俊介の部屋に行って、とにかく頑張ろうよっていうね、うん、まあ、その気持ちがすごく分かっただけに、決勝トーナメント審査決めたけど難しい試合が待ってたわけだし、うん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 、絶対俊介が活躍する場面が出てくると僕は思ってたし、そう信じてたから、うん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 、一緒にまた頑張ろうってこう、ね、思いを伝えたかったっていう、はい、いや、なんか僕すごくいろんなことがあのこうつながっているんですけど、はい、日韓の時に吉川さんが出れないうん、場面があったり、そこでゴンさんとか、まあ、秋田さんの存在があったり、うん、この10年で吉川さんが俊さんにそういうふうに声をかけて、でその後に後々話を聞いたら2018年には本田圭佑が牧野に対して、圭佑君と、まあ、いつものようにコーヒー飲んでたんですよ、うん、でその時に悔しいなみたいな、めっちゃ悔しいなみたいな、悔しいねみたいな話をしたら、うん、でもさ俺ワールドカップ経験してるけどワールドカップって出てる人の力で勝てんからみたいな、うん、サブに回ってる選手たちの力とか空気作りってめちゃくちゃ大事だから盛り上げようぜって俺はやろうと思ってたんですよ、うん、俺はやろうと思ってたしそれも仕事だと思ってたけど、まさかのあの本田圭佑の口からもう俺らが盛り上げようぜって言ってくれたことにすごい勇気をもらったというか、やっぱりその俊さんの行動、吉川さんの行動を見てやっぱそういう風にしたっていう話があって、すっごいいい話だなって思うんですよ。チームあと一歩のところでベスト8を逃したんですけど、まあ、日韓でベスト16、南アフリカでベスト16、これ同じベスト16でもこうチームにこう違いとかってありました？
日韓の時もこれから決勝トーナメントできるぞっていう一体感というか、うんまあ、そういうの当然あったんだけど、南アフリカの時はそのさらにそのドイツワールドカップを経験して南アフリカにワールドカップに出場した成崎選手もそうだけど、玉田選手やそれから中澤選手、まあ、ユージ中澤選手なんかもやっぱり、そのやっぱ積み上がっている、まあ、ケイタがさっき言ったようにやっぱりこうワールドカップで勝つには勝つにために必要なことを彼らはやっぱ分かるっていうか、はい、こうしたいからやっぱこういうチームを作る、うん、勝つためにはそういうことが必要だっていうことを大会を通じて過去に経験して、うん、やっぱり分かってきているから、南アフリカの、まあ、結果的に PK 戦で負けてしまいましたけど、うんうんうん、よりこう強固なグループとして、うん、トーナメントに、まあ、臨めたんじゃないかなというふうには思ってます、ね、すごいいろいろな経験をしてるからこそこう重みがあるし、うん、もちろんその、まあ、日韓のワールドカップの時もあと一歩だったし、うんうん、でも2010年ももう本当あと一歩だったじゃないですか、うんはい、これをね経験されている吉勝さんが今日本代表のゴールキーパーコーチにいるっていうのはすごく心強いですよね。いやどうですか、ね、頼みますよ。いやもう吉勝さん、僕はまだ勉強中だからねで、あの2014年に9年在籍して岩田から、うんまあ、FC 岐阜に移籍、うん、そして16年には相模原、うん、そして2018年に引退ということで、うん、引退を決めたきっかけっていうのは、これも本当恥ずかしい話で、恥ずかしい話なんですか？恥ずかしくはないかな、はい、この2018年シーズンに、まあ、徐々にこう出場機会がなくなってきて、うんうんまあ、自分としては当然プロである以上、うん、試合に出たいから、うん、試合に出れない、状況であれば、うん、移籍ないしもう選手としてのキャリアを終える必要があるというふうにはもう感じていて、はい、この年の9月に、はい、2018年の9月に、はいまあ、当時、レギュラーだった、まあ、今秋田でプレーしている田中雄大選手がいるので、はいまあ、その選手がちょっと熱が出てしまって、はい試合出場が難しいと、うん、急遽僕に出番が回ってきたので、はいまあ、ただ自分はこう準備してきたから、うんうん、よしやってやるぞという気持ちで試合に臨んだんだけど、うんはい、ファイナル鳥取とアウェーでやったの、はい、で 7-0 で負けたの、はい、その 7-0 で負けたんだけど、その時の7失点が自分にとってノーチャンスの失点が多かったの、はいはい、なんだけどやっぱり7点取られたっていうのは自分の中でこう何かがこう崩れ落ちてしまったというか、ねうん、で家に帰ってきて、まあ、うちの妻が家で待っていてくれたんですよ、はいはい、でその時に、まあ、妻の顔を見てちょっとさらにこうガタガタって崩れたというかね、やっぱこうそれまでこうなんていうか踏ん張ってたものがちょっとこう、うんうんうんまあ、崩れてきたというか、うん、それでまあちょっともうやめるっていうことを、まあ、妻に伝えたんですよ。もういやどうしようかどうしようかってずっとこうなんていうのかな、考えてはいたので、ね、まあでもちょっとやっぱりこうね7点取られるって結構いやそれは辛いですよね。辛い、うん、でそまあでもあってこうモヤモヤしてるところで妻がね、うるっとした顔をして玄関で待ってるところを見たときに、うん、ちょっとねこうもういいかなって。でもその最後引退セレモニーの時に、はいまあ、僕らは感動的だったんですけど、はい、楢崎選手が登場したじゃないですか、はい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 、吉勝さんにとって楢崎選手ってどんな存在だったんですか。うん、なんだろう、もう何とも言えないまあ、喜びというかね、うん、やっぱり楢崎さんの存在があったからこそ自分がこう高みを目指せたというかね、うん、でやっぱ代表で このポジション争いが多かったんですけど、うん、常にこう自分がベストパフォーマンスを発揮しないとすぐにこう変わる、そういった競争をしてきたから、ちょっとでも例えば失点が多かったりとか、うん、なんかミスをしたりとか、そうなるともうすぐ変わるわけですね、うんうん、ライバル心むき出してこう話をしなかった時もあったし、うんうん、後にこう
すごく仲良くなったとか、うん、こういろいろなこう時を経てこういう関係になってしかも最後の試合にね、はい、やっぱこう奈良崎さん来てくれたのはいろいろなもあるんですけど、はい、もう本当に嬉しかったです。いや本当に来てくれてありがとうって感じでした。これでも本音としてはもう同じポジションで年齢的に、うん、まあ、あの僕の方が一つ上、一つでももうめちゃ近いじゃないですか、うん、まあ、僕もよく阿部と仲悪いって言われてたんですけど、あ、そうなの、阿部勇樹と、まあ、同じポジション同じ年齢で、あ、こういうライバルがいたから、うん、やっぱ自分がいるっていう、うん、しかもポジション一つだけだし、うん、象徴だったなって思いながら、うん、ただ代表で一緒にやらせていただいてた時は奈良さんと吉勝さんと僕とで後ろの席の方で結構ふざけてたっていう話があったのですごい面白かったなっていう僕は思い出ありますけど、そうあのちょっと最後の方になんですけども、うん、東京オリンピックコーチとして臨まれたじゃないですか、うん、はいはいはい、どうでした。予選リーグまではこう、ね、日本が、はい、ハイパフォーマンスを見せて、うん、やっぱ首位で通過できた。そうでしたね。やっぱりこうメダルを目指すチームっていうのはさらにそこからギアが上がる。あ、これはなんかそのベンチで見てすごく痛感したというかね。メキシコとは2回やってるでしょ、うん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 、でやっぱり予選リーグでやったメキシコとやっぱ3位決定戦でやったメキシコはやっぱ別のチームだった。疲労してるはずなのにプレー強度が上がってるっていう、歴史なのか彼らが持ってるこの DNA、 その人種的なね、うん、そういうパワーがもから来るものなのかそこはちょっと分からないんだけど、ただやっぱり日本もね、その予選リーグでもう全て力を出し切るのではなくて、うん、なるほど、こうギアが上がってこうどんどんこうプレー強度が上がっていくっていう、そこを目指すには何が必要なのかっていうことをね考えさせられた大会でした。いやこれ深いね、うん、今のここは日本サッカー界のもしかすると課題というか、うん、予選でフルじゃなくても例えば8割でも勝ち上がれるような力になっていって、うん、さらにそこからギア上げるみたいな、うん、なるほど。あの吉川さん最後に、はい、吉川さんはどうなるんですか。どうなる吉田さんどうなるのかなと思って、僕職業川口吉勝だと思ってるんですけどいやでもね正直ね自分が何を目指したいのかがまだ分からない。お監督をやりたいのか、うん、それともキーパーコーチを極めたいのか、うん、または他のことをしたいのか、ただ目の前の自分の目の前にね、うん、こう課題が常にこう出てくるじゃない、はい、それをやっぱり一つ一つ、克服していきたいな。で実は自分もこの小さい時から、はい、まあ、大きな目標を立てる自分と目の前のことをや確実にやる自分というかもう常にいて、うん、サッカー選手を引退した自分がこの目標をまだこの立てられていないから、はい、これを今見つけてる段階だから、ただこの自分が目の前のことをやっていくっていうそこは変わってない、ね、うん、だからこれをこう続けていく先に何をするかっていうのを見つけたい。いやでも本当に多分吉勝さんのもうプレイヤーとしての実績経験もうこれは今のこの日本のサッカー界の中でゴールキーパーの中で一番だと思うんで、ぜひですねこの経験も含めて吉勝さんが何になるのか今後もちょっと期待させていただきながら、まあ、これ本当に目の前にして言うの失礼なんですけど吉勝さん天然すぎるんであのもうそのままなんかこう神様になっちゃうんじゃないかな。なるなるなるいやでも選手の時っていうのはやっぱり選手っていうこの国の中で、うんうん、やっぱ目標っていうのは、うん、やっぱこう限定されてくる、うんうんうん、まだこれ引退ってなるともうこう社会に出るからもっとなんかこう広いですもんね。もっと広いから、うん、何が自分の中でこうフィットするのかっていうのがまだわからない。吉川さん一ついいアイデアがあるんですよ。何？ YouTube は、ね、YouTube？ いや
でもね、俺ね、話があんま上手くないな。いやいや、ちょいちょい面白かったですよ。本当に。いや、本当にこう川口能活さんのサッカー人生をこう振り返らせていただいて、本当に今日は楽しかったですし、またこれからもですね、能活さんの活躍に期待したいなと思っております。はい、まずは日本代表がワールドカップに行って、そして活躍してもらうために能活さんの力が必要だと思うので、今後とも日本のサッカー界よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか。いやー、あの話はすっげえ面白かったんだけど、俺反省点があるのよ。天ぷらのこと聞くの忘れた。天ぷら屋なのに天ぷらの衣を外して食べたのはなぜですかってずーっと聞こうと思ってたのよ。またこれ闇の中だよ。答えが闇の中に行っちゃった。都市伝説みたいな。でもさ、考え方によってはだよ、都市伝説は都市伝説のままにしといた方がいいんじゃないかとね。これ答えを知っちゃったら面白くないかもしれないじゃん。ジョーさんの回をね、また見ていただいて、あ、それかと思っていただければいいかなと思いますけど、やった。すいませんでした。お疲れ様でした。